物語集、マカーマート、マカーマートバディアッザマーン・ハマザーニーは、ムスリムの詩人、著作家。中世イスラーム世界で生まれた文学ジャンルのマカーマの創始者として知られる。ブワイフ朝時代のハマダーンに生まれる。空ァ学派に属する文法学者のイブン・ファーリスなどに指示し、早くから、施策や語りに才能を見せる。抜群の記憶力を持ち、ペルシア語の詩を容易に、 アラビア語に訳したり、書簡文を終わりから逆に書いたり、三文と陰文の相互変換などを自在にこなした。即興の語りも得意とし、ジャーヒリーア時代から伝わる説教に習字を施したり、物語性のある説教も創作できた。ニーシャープールでは、大物の文人だったフワーリズミーと公開論争をしてまかしている。やがて、 アレクサンドリア出身の人物を主人公とし、その悪事を語り手が伝えるという形式の物語集、マカーマートを生み出した。彼の文芸は評判を呼び、バディー・ザ・マーンと呼ばれるようになる。マカーマ文学はアラビア語文学に大きな影響を与えたが、ハマザーニーが旅行好きだったこともあり多くの原稿が失われ、現在では50数話が残るのみとなっている。 大きな公職にはつかず、ガズナなど各地を放浪した後、最後はヘラートで死去した。ありがとうございます。